ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、本日はこちら、星のドラクエって書いてありますが、星のドラゴンクエストやっていきたいと思います。ポチッ。スクエアエニックスで、僕はですね、今日入れて2時間弱くらい今プレイしたところでございます。星のドラゴンクエスト、結構ね、壮大な感じでございます。タッチスタート、結構簡単でした。思ったよりすごい簡単で、星のドラゴンクエストってね、なんで星かというと、このね、マップってのを押すと、ポチッ。はい、これね、縮小できるんですけど、うわー、これ見てください。星でも惑星系ね、こうやってこう地球見れるんですよね、こうやって。で、アップにしたりして、おー、これ光ってる、キラキラを探せってあるんですけど、これ光ってる、イエイ。これね、なんかもらえるんですよそう、こういう壮大なスケールのね、あのドラクエです。もうね、早速壮大なんで冒険に行きたいと思います。という前に福引きしたいと思います武器欲しいんでね。はい、右下の福引きを押します。福引き、はい、右上のね、1280個持ってるこのジェムっていうのを300個消費すると1回引けるんですけれど、このね、炎のブーメランってやつがめっちゃ欲しいんですよ。星5で、今まで何回か引いてきて、星4までしか出てません。星4はね、ギガレアって確か出てたんですけど、この炎のブーメラン、多分これブーメランだから、敵3体いてもズバズバって全員切れるっぽい気がするんで、これ欲しいですね。これ武器の他にもこういうなんか防具的なものもあるんですけど、まだ始めたばっかりなんで、やっぱり攻撃力がね、強くなるような武器が欲しいです。いきます。宝箱福引き、全部300個、いけ。1回目、これ楽しいよね。なんかいいっぽくない？あ、よくないか。なんか演出が確か違うんだよね、当たりの時は。これ星さんだからね、普通だね、これは。いくぞ、2回目。でもジェムもね、まだ最初は結構ポンポコ溜まってきてるんで、すぐ引けてます。いくぞ、ダッチ！こい！お !4 個か。ちょっとやっぱ違いましたね。パーン！ポップな感じで。ギガレア。白鳥の弓。メインスキル、サンダーボルト。これ、必殺技ですね。バイシオン。あ、これ回復系かな？緑だから。そう、パーティーにこう回復がいると安定するんで。さあ、3回目。ガンガンいくよ。ちゃんと貯めてきたからね。来い！ギガレア以上の演出を見てみたい。来い！星5！ブーメラン！パカって開いちゃったね、これね。これパカって開いちゃうんだね、これね。ただ、まあ、防具もね、嬉しいので。さあ、ラスト行こうか。ここでぶち当ててね、冒険行きましょう。装備して。行きます！そう甘くないとは思うけどね。うらっ！ぐわーっ！プスッ！ 4！ あ、いいんじゃない？ 4 回中2回ギガレア。これいい。装備しましょう。玉鋼の兜。はぁ。HP とかも変わるみたいだね、これ多分。HP とか書いてあったから。で、ホーム戻って、この強さ、装備っていう緑のボタンを押します。そうするとね、こうやって3体いるんですけど、一人一人、格好とかね、変えられます。まず装備変える。やっぱり僕はこのメインのヒカキンをね、最初に強くしていきたくて、攻撃力はあんま強くないのかな。今取ったやつ。お！これ強いっぽい！強くなる！よし、装備しちゃおう。装備。おお、かっこいい、一気にかっこよくなったぞ、おい。うん、こんな感じですね。他のキャラにもつけてあげよう。うわ、めっちゃ強くなる、これ装備する。この兜も。お、いいね、強くなるじゃん。ナイス。これも。おお、強くなる。お、全然見た目がガンガン変わってってる。いい感じ。オッケーでございます。あとですね、クエスト今僕、ストーリーをして、この新しい力っていう第2話のこのダーマ神殿っていう赤いところクリアしたところまで来てるんですけど、ここクリアするとこのキャラクターのね、職業をなんかこう変えられるようになるんですよ。で、僕はこの強さ装備をして、この転職するってあるじゃないですか、右下に。これを押すとね、いろいろ選べるんですよ。最初見習い冒険者ってやつなんですけど、僕ヒカキンは戦士にしましたね。どんどんこう攻撃力重視っていう感じで、 HP とね、身の守りが高く物理攻撃得意と、なんとなくそれが一人いた方がいいかなと。で、他のキャラはね、こいつも結構ね、戦士系なんでね、武闘家。こ
これ大丈夫かなと思ったんですけど、でこの女の子アクアってキャラが一番下のレンジャー、攻撃から回復まで器用にこなす万能型、まあ本当はね全力回復でもいいかなと思ったんですけど、こういう風にしました。ダーマ神殿まで行くとこれが選べます。それでは冒険しに行きます。ダーマ神殿の後のこれですね、南の沿岸へ行ってみよう。あ、東もある。東にしてみよう。ゴー。おあ、来た。出発で、ここで助っ人を一人選ぶんですけど、強い人。まあいいや、これで行ってみよう。はい。オッケー。で、薬草を持ってるんでね、やばくなったら回復します。ちょっと強くなってきてるんですよ、もう、敵が。で、一回ドラゴンのボスにやられたりしましたね、ここまで来るのに。はい、来た！敵来ました。で、戦い方なんですけど、もうね、普通にね、こう、戦ってくれるんですよ、何もしなくても。ただ、倒したい敵をロックオンできるんで、まず一番左ロックオン。はい。これ、剣マークついてます。そう。優先順位決められます。え？あ、てかなんか、職業選んだから、ちょっと増えてるなんかこれ、必殺技の上のところが。で、必殺技のところもこうやって選べるんですよ、こうやって。くるくるくるって。ただ、ボスとか来なければ、あんまり使わなくてもね、まだ勝てるんですけど、せっかくなんで使います。真ん中のこの、スライムベースに。ほら！煉獄斬り。バーン！流星斬り。これ武器変えると、技も変わります。あ、サンダーボルト使いたい！サンダーボルト使います。はい！サンダーボルト！じゃあ、お、強い！ 50 も食らう！ほんのさっきまでね、8とかしか食らわなかったんですけどね。やっぱ武器とか変わるだけで一気に強くなる。で、あと、この右下に、早送りボタンみたいなのあるじゃないですか。これを押すと、こう、スピードアップするんですよ。だから、こう、どんどん進みたい時とかこれを押すと、速くなります、展開が。ほら！左狙ってきます、また。あ、マインドブレイク、助っ人の。ほら！ダーン！ 123！ 強いな、この武器。フレンドさんに結構助けられることがあります。あとこれ何なんだろう、バイシオン、これ回復できるのかな。これ長押しすると見れます。ピッ、仲間1人の攻撃力を 20% 上げる。あ、回復じゃねえってことは、このパーティー回復がいません。やばいね、それやばいんだよね。だからこの道具を押すと、こうやって薬草で回復できるんで、まあ回復いなくても最悪大丈夫なんですけど、薬草がどんどん減ってっちゃうんで。さあ、もうガンガン使っていこう。必殺煉獄斬り、流星斬り、チャーン！結構強いな。でもやっぱちょっと強くなってきてますね。サンダーボルト、ダーン！いや、やっぱこの助っ人さん一番強いな。マインドブレイクって超強かったな。ダーン！ 134。 これ今のこの助っ人さんいたらボス結構ガンガン倒せそうだな。はい、これでクリアかな。大体そう3、4回戦って一つのこうクエストクリアみたいな感じですね。めちゃめちゃ簡単で、僕でも全然すぐできました。で、クリアするとこってなんか薬草とかね、ゴールドがもらえます。で、なんかね、倒し方がこう上手いともっとアイテムもらえたりするんですよ。はい、またステージ出ました。修行の洞窟。ここ行ってみましょう。あー、出た！ここはもうあれだ、何回とかまであるやつだ。とりあえずじゃあこのなんかごつそうなボス倒してみましょうか。これ地下4階までありますね。それもボスのシルエットが見えてるんですけど、4階がごついね、相当。で、この詳しくっていうとこを押すと、どんなクエストか見れます。はい、ボス、はてなはてなはてな。で、ボスドロップ。あ、上薬草。これあれさ、上カルビみたいな感じですね。上カルビ。初回クリア報酬、薬草3、新鮮卵。これ、クリアしましょう。やっぱボスがいるとね、楽しいんですね、これが。さあ、助っ人。お、なんだこれ。これなんだ？なんか爪だ。これ使ってみようか。食べ物を選ぶ。ああ、そっか、ここでも回復持っていけるんですね。じゃあハムとか持ってってみる？多分でもね、倒せると思うんですよね、持ってかなくても。まあせっかくだから行っちゃえ。出発！さあ来いや。あとこのね、刃砕き。こういうのもまだ使ったこと一回もないんですよね。これなんかあれですね。もう誓ってから。来ました。おお、バブルスライム、かわいい。バブルスライムから倒していこう、でも。あ、大丈夫だね。2しか食らってない。あ、全然大丈夫。私たちのこれはもう有利ですね、かなり。おぉ、強え！あ、バブルスライムかわいそう、なんかかわいいから。あ、余裕だ。かなり余裕。ずし。ただね、ボスは全然一気に強くなったりするんで。あー、でも28とか食らわしてもね、こんくらいだもんね。強くなってきてますね、やっぱり。で、ボスまで行くまでに HP とか、こうずっと、何？減ったら減ったまんまなんで、こう必殺技とかも控えていったりしたりした方がいい時もあるんですよ。なんだこの鳥。キメラ。
必殺技ここで使ってもボスまでにまた溜まるんで使ってもいいんですけど、あえて使わないでいきましょう。油断してるとボスにやられるんで。ただ HP 減ってる、 HP 減ってる。こういう時は薬草を使うんですけど、まだ使わなくていいね。サンドがね、もう HP23 なんで、あと1回戦うと次ボスかな。あ、これ壺、壺押すとこれなんか取れるんですよ。イエーイ、ゴールド。2ゴールドが少ないけどね。骸骨から倒すか今度は。何も必殺技使わなくてもね、勝てるんで。あ、ちょっとサンドがやばいんで道具使います。薬草で選んで、はい、これ多分ほらほぼ全回復な感じじゃない。いけ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 。これ何なんだろう、聖剣好き。多分これ職業をやったからなんですけど、ちょっとボスで全部使ってみよう。いくぞー。あー、すまん。危ねー。あ、来たボス。とりあえずまず普通の必殺技全部使いたい。うーわー、来たぜー。口からなんか出てるわ。腐った死体。ボスから狙っていくわ、一気に。これ全員必殺技、これコンボとかできるんで、必殺技一気にやると。この3コンボ。これで、スーパーコンボ、でー。あ、全然勝てる、全然勝てる。使ってみよう、これ職業のやつ。ほら、うわ、つぜー、余裕だ、これ。てか、やっぱりあれだね。職業で一気に変わるね、これ。キャラが。おりゃ、はい、ボス倒した。けど、両サイド倒すまでクリアになんない。あ、ギラ、おらー。あと、防御とかあるんですよ。これ、防御。あの、ボスのね、やばい攻撃来る前に、防御とかやって、食らわないようにすると。まだ僕も全然使いこなせてないんですけど。はい、そう、スピクリ、スピクリでございます。いや、気持ちいいね。途中出てきたドラゴンはもっとめちゃくちゃ強かったんですよ。で、多分この、もうちょっと奥まで行くと多分めちゃくちゃ強いボスが出てくるんでしょうね。はい、クリア。あ、それもレベルアップした。よし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 。お、めっちゃアイテムもらえてる。薬草、新鮮卵、ふわふわ小麦。お、それもなんか、レザーマント。薬草。薬草もめっちゃもらえてんじゃん。イエーイ。まあ、こんな感じの戦闘でございます。そう、さっき触れなかったんですけど、ここに目標を達成しました。ボスをスキルフィニッシュで倒す。これだけできてないんですけど、その下のボス戦を7ターン以内にクリアする。毒消し層 ×2。一度も死なないでクリア。防具強化素材。こういうのをね、もらえますね。ちゃんと条件をクリアすると。はい、それでは最後に、下にあるこのマルチ、初めてやってみたいと思います。僕も初めてやるんですが、これもですね、さっきのクエストのダーマ神殿ですね。この新しい力の。このダーマ神殿をクリアすると、遊べるようになります。マルチ。どっかの誰かと戦うってことですね。初めてなんでちょっとあんまわかんないですけど、パーティーを募集で行ってみようか。全国の冒険者を募集。スライム軍団が現れた。あ、イベントクエストとマップクエストを選べるんだ。じゃあイベント。スライム可愛いからな。おお、キングスライムだ。可愛い。スライム倒すのかわいそうだよね。さあ、来るのか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 、参加受付中。お、来た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 。パウロ、パウロ、パウロ。最初ゲーム始めるときに肌の色とか目とか、いろいろ髪型とか選ぶんですけど、全然違いますね。それもなんか僕より全然強いんですけど、みんな。かっこいい。うわ、集まった。すげえ、すぐ集まった。出発する。おー、すげえ。それもなんかパン持ってくれてる人がいる。出発。イエーイ。お、来た。おー、すげえ、4人いる。ほんとだ。あ、なんか、あ、パンのおかげで HP が上がった感じかな。で、この左下にスタンプってあるじゃないですか。このスタンプ実はね、人気イラストレーターのかなへいさん書き下ろしのスタンプらしくて、意思をなんかね、こう表せるんですよ。よろしくねとか。あ、よろしくねって出てる。どれから行く？これどうすればいいんだろう？黄色から行ってみる？みんなこれ、あ、みんな自分のキャラ一人だけを使うってことか。なるほどね。へぇー。でもこれ回復とかうまくやんないとやばいですね。でもパウロさん HP 強えな。よし、ちょっとスタンプ押しとこう。ゴーゴー、あ、べべべべ、いっぱいある、ゴーゴー。やたらスタンプを出しまくる男。煉獄斬り、ほら、いけー。ダー、あ、でもちょっと強いな、このスライム。イベントだからか分かんないけど。うおー、でもみんな強い。ギラ、いけ、とどめ、ジュバーン、やったー、倒した、とどめ刺した。すげえ、マルチ楽しいかも。これマルチ楽しいかもですね。あと2000あってからのボスだ。やったぜ。みんな男だけどね。そう、最初男か女か選べるんですけど。お、緑のスライム、かわいい。さあ、皆さん、
ヤイバクダキしてみる。ヤイバクダキ、ほらヤイバクダキで、いけ、おお強い、ジュガーン、よし一匹倒した。スタンプスタンプどれにしよっかな、これホストなのにね、調子に乗っておりますが、はい倒したまだね、これ初回だから弱いけど、多分めっちゃ強くなってくるんでしょうね。はい、ちょっと今これスピードアップしました。テク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 、はい来るよー。これでボスの1個手前、あ来た。まだスライムだね、普通の。まあそもそもこれイベントスライムだもんね。レモンスライム、紫狙っていこうかな。ベリースライムで、なんか武器にもね、なんかこうゾンビキラーみたいな武器とか、いろいろこう敵に合わせた武器があるみたいなんですよね。ギラおら、ただ次ボスだからあんま使わない方がいいかな。いやー、まあ、あんま食らわねえあんま食らわねえ。でもこれね、スキルにもレベルがあるんですね。パウロさん煉獄斬りレベル3だからね、多分僕より全然強いですね、やっぱ。さあ行こう。てかパウロさんこれ頭何もかぶってなくない？そういえばこれかぶってないよな。まあいいよ、行きましょう。さあボス、キングスライム、おお、なんだ、三段重ねスライムだ。煉獄斬りだ、弾き飛ばしてやるわ可愛いけど。うわー、3体もいる。真ん中行こう、真ん中。煉獄斬り、あ、結構強いぞ、おい。ちょっと僕には早すぎたかもしれないですね、これ。皆さん強いから助かってるけど。強え。あ、でも3。パウロさんは強いから。いけいけ、刃砕き、刃砕き。たまれ、たまれ、たまった、刃砕き。でーん、あ、集中攻撃。あー、パウロさん狙われてる。スライムシャワー。うわー、全員食らってるし、いけ。ただ真ん中もう倒せそう、いけー結構強い。アースさんが HP がちょっとやばい。これ回復してあげたりできるのかな。あ、できる、ぴょん。多分回復しなくても勝てるけど、感謝を込めて回復よし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 、スタンプスタンプゴーゴー煉獄斬り、いけ、ラスト決めろ決めろ、こう決めたらかっこいいよ、かっこつくよ、いけ。あー決まんねえあー倒してくれた、モグオさんが倒してくれたね、これ最後モグって感じで。はい、いやでもね、ちょっとマルチが楽しいクリア。これもなんかアイテムとかもらえるのかな。あ、レベルアップした。あ、素早さ、見守り、器用さ、全部アップしてるよ。おぉー、ヒカキン 500G。 おぉ、でも刃のブーメラン、ブーメラン初めてゲット、歌詞のブーメラン。なんかアイテムが普通のクエスト行くより多い気がするけどね。やっぱイベントだと美味しいイベントもあるってことですかね。おぉ、刃のブーメラン。はい、マルチ初めてやりましたけど、マルチがね、今までやってきた中で一番楽しかったですね。この動画の概要欄に、星のドラゴンクエストのダウンロードリンク載せておきますので、皆さんもぜひぜひダウンロードして遊んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。スマートフォンからご覧の方は、動画画面の下にあるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は画面内のこちらの登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。その他、私、ヒカキンの、Twitter、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも、概要欄に載せておきますので、ぜひぜひチェックお願いします。バイ。